ゴルム、早くボール持ってこい。みんなが広場で待ってるぞ。うん、ボール遊び。本当にもう、あいつ置いていっちゃいたいよ。置いてく、置いてく、置いてくって。そりゃいい考えだ。お兄ちゃん、持ってきたよ。ブルに、とびっきり楽しいボール遊びをしたいか。だったら、はしごが必要だな。はしごがあれば、ボール遊びがもっと楽しくなるぞ。そうなの？はしごはどこにあるの？あっちさ。ん？ビルダーさんの家の裏だ。ブルニーは力持ちだから、一人で持ってこられるよな。うん、僕力持ち。やっほーい。はしご、はしご、はしご、はしご。ごめん、ブルニー。だけど、今日だけは我慢してくれ。また落として、うん、今日は調子が悪いな。ごめん、もう一回行くよ。やっぱりブルニーがいないとたくさん遊べるね。ブルニーは大丈夫かな。お兄ちゃん、どこなの。やっぱり心配だ。みんな、僕はそろそろ帰るから、みんなで遊んでて。ブルナー、あいつ急にどうしたんだ。お兄ちゃん、空耳まで聞こえるぞ。お兄ちゃん、え、お兄ちゃん、ブルニに何かあったら僕どうしよう。大丈夫、絶対無事に出られるさ。ブルニー、僕たちが迎えに行くから心配いらないよ。ねえ、早くって怖いよ。行こうロイ。ヘリーこっちだよ。始めようロイ。うん、怪我はないかい？うん、怖かったのによく我慢できたね。すぐに出してあげるよ。うん、あれのせいか、急いで登らないと。ロイ、引き上げてくれ。ブルニー、僕が下から見守ってるから平気だよ。ポリーポリー、僕は大丈夫。よし、捕まってて、引き上げるよ。うん、ブルニー、びっくりしたね。さあ、上がろう。僕が置いてけぼりにしなければこんなことにならなかったのに。心配しないで、ブルニーはきっと無事よ。お兄ちゃん、ブルニー、怖かったよ。お兄ちゃんのせいだ。ごめんな、ブルニー。
この辺で子供を見ませんでしたか？いや、すまない。見つかるといいね。どこに行っちゃったんだろう。さっきまで隣にいたのにな。あ、もう僕の家に帰ったのかも。ブルニー、ブルニー、ブルニー、ここにいないならどこにいるの？マックス。あ、いや、ブルナ、帰ってくるの早かったね。二人がうまくやってるか気になって見に来たんだ。ブルニーは？二人でかくれんぼでもしてたの？いつも遊んでたから隠れそうな場所はわかる。ブルニー、もう出てきていいぞ。かくれんぼじゃないんだ。え？じゃあ、どこ行ったの？ジン、明日なら呼んでもいい？何回言えばわかるの？今週はダメ。ジンにも都合があるんだよ。どうしてブルニーのことだとそうしつこくするの？あ、ブルナ。ジン、助けて。何があったの？今ポチャン橋にいるんだけど、ブルニーがマックスとレスキューセンターに向かう途中で迷子になったんだ。大変だ。わかった、すぐにレスキューチームを出動させる。ブルニーが心配ね。何も起きてないといいけど。ほらね、だからさっきブルニーを呼んでおけばよかったんだよ。みんな落ち着いて。ロイ、アンバー、僕たちは橋を見に行こう。うん、うん、ヘリー、町中にブルニーの写真を貼ってみんなにも探してもらうんだ。ジンはここで待機していて。了解。ブルニー、ごめんよブルナ。レスキューチームだ。迷子になってから1時間くらい経つんだね。そうだよ。思ったより長いな。探す範囲を広げた方がいいよ。うん、ロイは川沿いを探して、僕は道路を探す。アンバーは町を探して。わかった。ブルニーが戻ってくるかもしれないから、2人はここで待ってて。いや、待ってる。よし、行こう。うん。ブルニー、ブルニー、はあ、ロイ。あ、みんな、そっちはどう？今のところ誰からも目撃情報がないんだ。まずいな、暗くなってきた。これはブルニー？ブルニーが迷子なのか？ねえタイタン。お、やあみんな、ちょうどよかったよ。この子はブルナーのいとこ？そうだよ。この子を見なかった？それがちょっと前なんだけど、ブルナーがフクロウの森に向かっていくのを見たんだ。姿が似てたからそうだと思ったけど、もしかしたらブルニーだったのかも。タイタンが見たのはブルニーだったんだよ。うん、きっとそうだね。慌てて道がわからなくなったのね。ヘリー、なんだい？ブルニーはフクロウの森にいる。先に行って探してほしいんだ。僕たちもすぐ行く。了解。どこにあるんだろう。うん、怖いよ。お兄ちゃん、お兄ちゃん。ブルニー、ブルニー、聞こえる？あ、あれはブルニー、ブルニー。ポリー、足跡を見つけたよ。きっと近くにいる。今いる場所を教えるからこっちに来て。よし、みんな行こう。うん、ブルニー、ブルニー、どこだい？ブルニー、誰？ブルニー、あ、ヘリー、はあ、見つけた。大丈夫？もう出てきていいよ。ヘリー、うん、こっちだよ、こっち。ブルニーもいるよ。無事で本当によかったよ。う、う、う、あ、
早くお家に帰りたい。ああどうしよう、大変だ。暗くなってきちゃった。一体どこに行ったんだろう。ぬいぐるみが見つからなかったらどうしよう。スクールビー、オリー、何か困ってることでもあるの？うん、約束を守れないかもと思って心配なんだ。誰と約束をしたんだい？アニーって子を知ってる？アニーは確かほっぺの赤いそばかすのある子だね。そうだよ、実は兄の弟がいなくなっちゃって。え、弟がいなくなった？ああ、弟って言ってもぬいぐるみで、名前はアルフィーでね。兄にとってアルフィーは弟みたいに大事な子なんだよ。だから僕が兄に弟、いやそのぬいぐるみを絶対見つけてあげるって約束したんだ。今日の夜兄が寝るまでに。わあ。だけどいくら探しても見つからなくて、僕このまま嘘つきになっちゃうのかな。スクールビー、大丈夫、僕も手伝うよ。本当に？うん、レスキューチームがぬいぐるみを一緒に探すよ。君が約束を守れるように。ただいま。もうみんなに届けたの？僕が一番に終わったんだ。すごいわね。みんながとっても喜んでくれたから頑張れたよ。これから落とし物を届ける仕事は全部ヘリーにお願いしよっと。それはところでポリーは遅いわね。ほんとね。ポリー、まだ終わらないの？あなたが帰ってきたら今日の任務は終了よ。みんなごめんね。手伝ってほしいことがあるんだ。どうかしたの？スクール B の約束を守る、とっても大事なことなんだ。スクール B の約束？詳しいことは会って話すから、みんな広場に来て。了解。それじゃあみんなで手分けしてぬいぐるみを探そう。了解。ぬいぐるみ？僕は見かけてないけどな。あ、あったぞ。うわ、ただの石だ。あっちこっち探したけど、どこにもないわ。ダメだよ、絶対に見つけなきゃ。アニーはぬいぐるみがないと眠れないって言ってたんだ。僕のせいで眠れなかったら、すごくすごく大変だよ。どうしよう、やっぱり僕は嘘つきになっちゃうのかな。約束を守れないスクールビーだって。スクールビー、心配しないで、きっと見つかるわよ。ジン、ポリー、いいニュースがあるわよ。いいニュースって？戻ったら教えてあげる。スクールビーも連れてきてね。スクールビーも？じゃじゃーん。うわ、兄の弟だ。どういうことだい？バス停で拾ったんだけど、忙しくてすっかり忘れちゃってたんだ。そうだったんだ。でもぬいぐるみがあってよかった。ごめんね、もっと早く持ってくればみんな大変じゃなかったのに。いいんだよクリニー、君のおかげで無事に見つかったんだから。本当？そうさ、本当にありがとうクリニー。それからレスキューチームのみんなもありがとう。僕のために力を貸してくれて。どういたしまして。さあスクールビー、そろそろアニーが寝る時間だ。早くぬいぐるみを持って行ってあげて。アニー、もう寝る時間よ。早くお部屋に行きなさい。もうちょっと待って。わぁ。スクールビー。アニー、早く乗ってみて。あ、アルフィー、アルフィー、アルフィーだ。スクールビー、ありがとう。あれ、この名札は何？プレゼントさ。これからは大事なものにはちゃんと名前を書いておくんだよ。わかった、ちゃんと名前を書く。もうアルフィーが帰ってきたから寝られるよね。うん、ぐっすり眠れる。スクールビー、約束を守ってくれて本当にどうもありがとう。
僕も約束を守れて本当に本当に嬉しいよ。